海と日本プロジェクト in 福島。福島県の海の魅力、私たちにとって大切な海に関する取り組みを紹介します。いわき市の沿岸部にある小さな港町中之作で、先月11日12日の2日間、福島の海を満喫するイベント、みんなと中之作が開催されました。手掛けたのは、中之作の古民家を利活用して地域活性化に取り組む中之作プロジェクトです。地域の方と話してると何にもないって言うんですけども、あの夏涼しくて冬暖かくて、もう住んでは最高の場所なんですよ。なのでこの町の魅力をですね、いろんな人にこう伝えて、こんな素敵な場所だったら住んでみたいなって思ってもらえるようなイベントを作っていこうと。イベントでは、海岸に落ちている海洋ごみを利用したアクセサリー作りや、いろいろな海の表情を知ってもらおうと、写真家熊田誠さんを講師に招いて、海を撮影する写真教室などが行われました。ちゃんと露出もきっちり合わせて、あ、きれいきれい、あ、でもいいと思う、いいと思う。もともとこう山の方に住んでいるので、海となかなかこう縁がないものですから、海のこの景色とこう触れ合う機会が本当にあったので、すごく本当に綺麗だなって、こう今までこう海になかなか来なかったっていうのが本当もったいないなって思いました。すごくキラキラして綺麗です。いわきの海のやっぱ青さ、綺麗さというのがとても感動しました。中之作プロジェクトでは、他にも中之作港を活用したイベントを開催するなど、精力的に地域の魅力を発信しようと活動しています。もっと住んでる人が自由に使える場所を少しずつ広げていって、港をみんなの場所に変えていくっていうのが、これからの僕たち の新しいミッションで、来年、今年1回だけだったので、来年は2回、3回ってやれたらいいなっていうふうに考えてます。見てくださりありがとうございました。チャンネル登録もお願いいたします。